皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはこんなことでいいのか営業マネジメントというテーマでお届けいたします。先日目標達成法が書いてある記事を読みました。これは昔からよく言われている方法でしたが、3ステップで行動するところが斬新でした。まずは目標を紙に書きます。例えば、〇〇大学に合格するというような目標です。この紙を見えるところに貼り、つまり壁に貼ったり、パソコンのデスクトップ、はたまたスマホの待ち受け画面などに設定します。古典的な目標達成法ですので、実践している人も多いことと思います。私がジャズギタリスト宮野義明さんに師事していた頃、宮野さんにどうしたらプロのジャズギタリストになれますかと質問したところ、宮野さんはプロのギタリストになると紙に書いて部屋中に貼っておけばいいとアドバイスしてくれました。この方法で宮野さんもプロになったそうですが、当時の私は本当かなと疑ってしまいました。次に目標達成のための小さな目標を書き出します。例えば最終目標が〇〇大学に合格するだとすれば、英単語を1日に200個覚えるなどです。最後にこの小さな目標の達成度をチェックして PDCA を回します。この3ステップを踏むことによって目標の達成が容易になるそうです。今日の本物の商売を目指すポイントです。言われてみればごくごく当たり前のステップですが、多くの人ができていないというのが本当のところでしょう。せいぜい目標を紙に書いて見えるところに貼るということ程度でしょうか。これならば誰もが簡単にできます。よく目標を達成するには小さなステップを作ってそれを一歩一歩クリアしていくと良いと言われます。要は大きな目標を日々実行するタスクに落とし込んで実行しなければ大きな目標は達成できませんということです。これと同じことが営業にも当てはまります。会ったばかりの相手にいきなりこれを買ってくださいと言って相手が買ってくれるなら苦労しませんが、現実はいくつものステップを踏んで購入に至ります。そのステップとは、1アプローチ、2必要性、3商品開発、4テストクロージング、最後がクロージングです。このように1から5のステップを踏んで相手は購入に至りますが、営業がうまくいかないということはステップの順番を間違えているか、ステップを飛ばしているかのどちらかです。例えば、ものづくりの製造現場で製造する順番を入れ替えたり、製造工程を飛ばしたら 100% ものは完成しません。プラモデルの説明書を思い出してください。順番通り作らなければ完成しません。ですが、営業や目標達成では、起こってはいけないことが頻繁に起こります。例えば、ステップがあやふやだったり、ステップがなかったりと、これは設計図や手順書がないまま、ものづくりをしているようなものです。また、ステップを知っていたとしても、忙しい、面倒だという理由でやらなかったりする場合もあります。しつこいようですが、このような考えではものづくりであれば、絶対にものは完成しません。完成しても不良品でしょう。営業や商品開発の分野は、個人的な感情や感覚が入り込みやすい分野です。ですが、このように、脆い分野であるからこそ、ステップや工程を順番通りに行うことが大切です。仕事柄、多くの会社の営業部の現状を知っていますが、しっかりとできているのは稀です。ということはチャンスでもあります。つまり、順番通りしっかりやるだけで成果が出るということです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。